写真も動画もイラストもいっぱい来てるじゃん。みんなの心にいるアクアってどんな感じなんだろう。見たい見たい。一つずつ見ていくずら。一つ目はこれ。これはリコちゃんのファンだね。ピアノだもん。どれどれ。ピアノを見るとリコちゃんを思い出しますだって。嬉しいな。あ、これは魔法陣。こんなに警察に魔法陣を送るなんて、リトルデーモンはまだまだ修行が足りないわね。みんなも覚えておきなさい。魔法陣は取り扱いを間違えたら。あ、プール、私のこと応援してくれてる人かな。だから最後まで言わせなさいよ。図書室と教室の写真だ。クラスの子かも。これは屋上に通学路、それと浜辺に水族館だね。ええ、見てください、こんな写真も。ん？これってサマーフェスティバルで大掃除をした時の？すごいわね、こんな写真まで撮ってくれてたなんて。動画も見せて。これ神社に行く階段だね。本当だ。これは海の中ね。はあ、幻想的だね。やはり海は内浦の自慢ですわね。またみんなで潜る？賛成。そういうことならみんなで新しい水着も買いに行きましょうよ。ウエットスーツ着たらどうせ見えないよ。分かってないわね、カナン。こういうのは気持ちの問題なのよ。みんなの心にいるアクアって本当にいろいろなんだね。いろいろなものを見て私たちを思い出してもらえるのは光栄ですわ。抹茶プリンでも。光栄です。これをつなぎ合わせたら今までのアクアの物語が出来上がるじゃら。でもそれだと私たちのアクアチャレンジには足りないかな。だね。今だからこそ見せられるアクアを見せたいって部分をどうするか。歌だよ。歌？そう、私たちの物語にぴったりな曲があるでしょ。私たちがミューズに憧れて活動を始めたみたいに、アクアに憧れて活動を始めた子たちがいる。私たちが誰かの憧れに原動力になれるなんて今まで考えたこともなかったけど、なれたんだよ。それに気づけた今だから歌ってみたいんだ。わかった。夢語るより夢歌おうだね、チカちゃん。そう、進む時なんだよ、新しい場所へ。うん、細かいところまで決まって、また毎日カナンちゃんのハードなトレーニング漬けだよ。疲れるけどすっごく楽しいよ。私のチャレンジもリコちゃん、キョウちゃんとのチャレンジも PV を見たら分かってもらえると思う。だから楽しみにしててね。